普通に。あ、サメリアさんか。もうガッチレンタカーや。チキンうまみのせんか。ああ、どちらかというとハーフリースみたいな感じのやつにしてるのか。あ、そっちの方が安定してもらいますね。なるほどな。これで外口4丁目もう一駅で地下鉄の津山駅やね。もうはいすぐ近くなったな。山かバリか、大阪なんかは何なんか出てます。弁当屋さん。キャベツ店。チキンなの。今買って。ちょっとまだ地球気温が早すぎるもんな。ああ、暑い。で阪神高速の東の入り口の近くか。あ、出た。メトロの案内が出てる。それで平野駅が、平野駅の方もいろいろとあるんですね。よし。の入り口ちょっと独特なんですね。あ、通行止めなんや。工事通行止めなんや。知らんときたら大変でしたね。あっちはサンドウィッチ&コーヒー。あ、さて、あれは。サンドウィッチは買っといてもありかもしれないな。ちょっとサンドウィッチ買っていくかな。よし。あ、ちょうど青になったし。よし。ちょっとこのサンドウィッチ買っていってみようか。サンカフェ、初めて聞く。チェーン店なのかな。行ってみよう。さあ、着きましたけどね。なんかね、パンとか、弁当とかようわからん。弁当を売ってる居酒屋なんや。ああ。まあ、今の時代に少しあれなんでしょうね。っていうか、で買ってきました。美味しそうな。ミックスサンドと、あと揚げ餅売ってましたね。へぇ。この前、福井行った時になんか揚げ餅っていうの売っとって、買ってみましたけど。
まあ、こっちの方で持ってましたね。一応チェーン店なのかな、なんかファミーユっていうどうもチェーンみたいですけど、いいじゃないですか、ファミーユね。大阪でファミーユって言ったらね、懐かしいゲームが思い出しますけど。で、あれ、地下鉄の入り口はどこへ、あ、ここか、あ、これよっしゃ、ここか、あ、エレベーターか。で、一時利用の駐輪場もあって、エレベーターで行こう。こちらは地下鉄谷町線、左側駅、改札階へのエレベーター乗り場です。ドアが閉まりますと自動的に改札階に参ります。どうしたこいつも、あ、こいつ改札階に参ります。どうしたで、ひらめき。へぇー、こんな感じなんや。で、ネギが変わって、こっちから入るのかな？もう出た。よし。あんたか。そして、八百屋方面に行けばいいんです。反対側は大道なんですね。こういうのでいくと、さっき言った西梅田のすぐ近くか、東梅田の方に行くと。なるかな。独特の こっちの早尾南の方に行けばいいですね。他に路線図ねえかな。路線図かねえや。まあとりあえずこのまま。荷物ちゃんはするんだな。言うてできてるのが。とりあえず。天王寺とかあっちの方からずっと。戦力なんか抜けてるあれですもんね。うん。なるほど。反対側の方に行くと、電流走ってんで危ないですからね。こうちょっとね。うん。あ、なるほどな。メニュー設定で、変えれるんですね。今、一部取ったら。全部出てるね。まだバッテリー半分残ってるし、撮影時間も19時間59分がっつり残ってる。大丈夫だ。今日一日フルに回してるわ。小さなお子様をお連れの保護者の皆様にお伝えいたします。安全のため電車を乗り降りする際やホームではお子様から目を離さないようご注意ください。ん？なんで踏み切るの？
1番線に八尾南行きが到着します。危険ですので黄色い点字ブロックの後ろまでお下がりください。6分に1本で電車するんですね。はい、1時間10分遅れてないと。めちゃくちゃ怖すぎる。やばい。じゃあ、八尾行きましょう。